なぜならばこれはもう自己管理です、今日から。上持っていくのもキャンプ3まで自分で管理してください。で、管理の下手な方、失敗しちゃった人は終了ということです。はい、これが皆さん持っていただきます。ボンベが 5.7 キロぐらい、まあレギュレーターが100グラム、200グラムぐらいかな、まあ、約6キロ250気圧分、まあ、リッター数がこの中に入っている。で、多分こうほっぺたがここに出てると思うんで、この出てる ここが当初になる、ほっぺた。出発前の隊員の皆様をご紹介します。こんな感じでいいですか？こんな感じでいいですか？あっちだと思います。休みましょう。今エベレストの頂上に来ています。標高8848メートル。ちょっと手を伸ばせば宇宙に届きそうな感じです。苦しい。長年夢見てきた場所にようやくたどり着くことができました。こんな感じです。こんな感じ。苦しいけどめちゃくちゃ幸せです。この幸せな気持ちを皆さんにも届けることができればちょっとハッピーです。酸素吸わないとかなり苦しいんで、ここら辺で。ではでは、バイバイ。